掘り始め掘り始めから1912年4月8日は、江戸時代末期の武士、薩摩藩士、明治期の実業家、北海道炭鉱鉄道初代社長、貴族院議員、伊海君等は、正四位、君三等。薩摩藩に生まれ、勉学を進めた後江川拓安門下で法術を学ぶ。後に、勝海州の神戸海軍総連署で、航海術も得得。 薩摩藩主としては1868年の戸場、伏見の戦いにも参加し、旧幕府軍と戦う。直後に、函館裁判所監察として都道。翌1869年、開拓市に移り開拓中盤官、開拓大書記官、トン,ン事務局長などを歴任。薩摩閥として、羽振りを聞かせる一方、同郷の先輩、黒田清隆と共に、カラフトに駐在し、 対ロシア交渉などに当たった。1877年の西南戦争には、準陸軍大佐として、屯田兵を率いて従軍している。1882年、開拓誌の廃止により、実業界に転身。最初、小樽で、津島笠さ郎と共に大輸者を設立。箱館の商人らと共に、 前年の勧誘物払い下げ事件の影響で設立が、頓挫しかけていた北海道運輸会社を設立し、できたばかりの三井物産の資本協力も得て、海運業に乗り出した。この間札幌県令も務め、1886年拝見を受け町により、北海道庁が設置される取り時間に就いた。 ここでも薩摩閥の人脈を大いに聞かせていたため、他藩出身者から反感を買うことも多かったという。1888年、北海道庁長官に後輩の長山武四郎がつくと、自らは理事官を辞して北海道大港鉄道を設立し、後の北海道炭鉱旗船の基礎を築いた。ここでも北端に対する掘内炭鉱、官営鉄道の払い下げは、長山長官。 北勇者の村田筒美らと示し合わせたものであった。しかし、堀の先生的な経営は、不評を改装そに経営から退いている。後に、日本優先会社理事なども務めたが、中央政界での薩摩伐の衰退とともに一戦を、退いた。晩年は私費を投じて、北なる学校を開き、札幌農学校の二戸ベイナを迎えて、高等教育を行うなど、 教育分野にも実績を残した。1894年1月23日、直線により、貴族院議員に就く。1912年、東京において即挙去年69歳。墓所は、青山霊に一路マイナス10から4。ありがとうございます。